ひろゆき結婚式呼んだと思う？答えてくれ。さすがにひろゆきさん、フランスだから、呼ばなかったわ。忙しいだろうし。あ、でも勝間和代は呼んだ。松井和代も呼んだ。やべえ、ザコ師匠の松井和代のものまで思い出しちゃった。見てくれ。ハリウッドザコ師匠スペースで松井和代で。あれめちゃくちゃおもろいよな。お母ちゃん、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 お母ちゃん。うん、ガーシーも来てくんねえかな。一番おもろいわあれ。お母ちゃん、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 お母ちゃん。ガーシーって悪いやつ、悪いやつ決まってんだろ。なんかみんながあの、ガーシーいいやつだななんてやつは俺はマジで一生信じない。ただ別にいいやつである必要がないじゃん。まっちゃん絶対コロナなんでだよ。みんなの中で妄想が爆発してんじゃねえか。うつ病だったりコロナだったり。俺もネットの言うこと信じてって決めてんだ。なんか俺がさ、扁桃炎でさ、体調悪い時もさ、あいつコロナだって言ってたし、俺バカしかいねえと思ってるから、まっちゃん本人が言ってきたら信じるわ。あいつはコロナに違いないと。それエビデンスあるの？ねえ。え、まっちゃん公式も休んでんの？ガチ体調悪しじゃん。この時間にやったら志高いぞ。ちょっと、もうごと寿司マスターと黒人しかやってねえ。あとまっちゃん。この3人が志高き者。加藤さん、セリーの倒し方教えてください。バット持ってってセリーの家に殴り、乗り込んで思いっきり頭ぶん殴れば多分泡吹いて倒れるぞ。あいつエイペックス強いかどうか知んねえけど、多分思いっきりバットでぶん殴ったら、金属バットで頭から血プシャッと吹き出してエイペックスどころじゃなくなると思う。しかも同じことがスパイギアにも言える。二人の共通点だな。